これは水ですね、普通のね。うん、違う、普通の水じゃない。どうして？これピラミッドに入ってる水だから。だから皆さんに言ったでしょ、僕の庭の、家の庭がありますね。そのところへ、ピラミッドを作りました。横3メーターぐらいかな。3メーター、3メーターね。で、その中に、これは置いとくわけです。途中に。はい。ほんで、そやね、夜9時ぐらいから置いといたら、次の日の夜9時、つまり24時間経つと、こんな水でも味がいっぺんに変わる。うん。だから持って歩いてる。一回変わればね。だからこれで、それこそご飯を炊いたり、いろいろコーヒーを飲んだりしたら美味しいですよ。まあピラミッドまで作られへんわっていう人はまあいらっしゃるでしょうから、まあ、いろいろそういうものを一つ目指されたらいいと思いますよ。健康のためにもね。それから健康を得たついでやけども、糖尿という病気に大概日本には関わっちゃうんですよ。もうこれはもう国民病ですね。どうしたら治りますか？医者いた薬を出してくれる。だけど大概、いやー糖尿病は薬では治らんでっていう本もいっぱいあるね。えどうしたらいいんかということですが、僕は5月から6月ぐらい、一つは前立腺に病原菌が入った。これは痛い。もう年取ってなんで苦しまなあかんねえと思ったぐらいに、あ、すごいですね、病原菌が前立腺に入る。2番目、糖尿ですよ、今言った、ね、でこの糖尿病が心臓を圧迫したり、いろんな内臓、例えば肝臓やとかいろんなものを、損ねていく。だから僕個人としては寿命を縮める根源には糖尿病あると思ってる。さっき糖化って話をしました。糖化、砂糖の糖に化けるね、これが糖尿病を生むわけです。そして人間のあるいは日本人のあらゆる病気の原因を作る。で糖尿病になったらどうしますか？病院行く。だから先生は薬をくれる。治らないだからもう国民病はしゃあないということなんですが、簡単に治ります。僕医者ではありませんが、自分身をもってやってる。 NHK の試して合点でやった、皆さん見られたか分かりませんが、3年4年ぐらい前かな。それ何や言うたら、ここに頭があって、で体が壊る。でこの橋のもう下の部分に足がある。でこの足がこうして、つまりこうして立ってるわけですね。それをグッと上げる。かかとを簡単です。上げたらね、で柱に持ってて、壁に持っててもいいですよ。ある人はバスを待ちながら、これする人はある時間暇やから。ほんでこれをストンと落としたらいいんです。かかとをだいたい1日30回やったらいい。朝30回、それでいいと思いますが、 NHK の試して合点では1日30回って言った。僕は朝30回、夜30回やる。うん、もちろんいろんな、ウォーキングしたりしますけど、そんな激しいはしない。これはね、結局無の世界なんですよ。無ね、自分としては何の努力もしない。あげるだけや。ほんでドン落とすわけです。無ですよこれ。弘法大師もやったじゃないですか。うん、で今言ったように朝30回、夜30回、ね、今言ったようにバスを待ってる暇な時間、あるいはテレビ見てる暇な時間、そういう時はドーン一遍ですよ、ストンって。で医者の行って、で僕の糖尿病をずっと測って、数字がこやーと思って見て、でこの心臓はこやーって言うてるお医者さんがある時行ったら、糖尿が完全にもう許容範囲にストーンと入ってる。心臓も完璧。医者はどう言ったと思う？なんでやこれは。いや先生のおかげでございますって言ったんです。先生のおかげです。本当は嘘やね。
だけど、ああ先生のおかげです、いろいろありがとうございます。だけどその先生はおかしいなこれはと、なんでこんなようなね、そう作られてやんの、人間の体っていうのは。宗教の神じゃない、私を作った神は大昔から、これはどん、だから皆さん分かるように、よく歩く人は病気にならないじゃない。しかも日本人が歩くとき何を使ったか、まず裸足や、その次何や、わらじです。わらじで歩くとものすごいかかとに力入る、だから糖尿病にならない。だから江戸時代とか、あるいは明治の時代に糖尿病かかるやつはお金持ちで、ええもん食べるやつや、砂糖食べるよりやつがこうなるよね。そうじゃないですよ。糖尿病にならないように日本人は普通のようにわらじを履いて歩いたんです。明治の時代、なんで金持ちが糖尿病になりよってん、食べ物違うようになったからね。そして運動せえへん、何よりも。だから皆さん、もしよろしければご参考にしていただいて、ドンドン、よろしければ。今日はスカみたいな話も多いですけど、まあご参考にしてください。そこで皆さんのお手元の資料2ページおよび3ページがございますが、これからトランプのことについて3ページをご覧ください。有名なヨハネ黙示録6章です。ヨハネ黙示録の6章です。3ページの右上、これ1900年前と書いてありますが、2000年前ですよ、約。ということは日本で言えば縄文時代から弥生時代に変わる時です。そんな大昔です。縄文か弥生かの時代です。聖徳太子もまだ出てません。その時に書かれたこのヨハネ黙示録は何を言ってるか、まさに聖書の予言やな。子羊がその7つの封印の一つを解いた時、私が見ていると4つの生き物の一つが雷のような声で来たれと呼ぶのを聞いた。そして見ていると見よ、白い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者は勇美を手に持っており、また冠を与えられて、勝利の上に名を勝利を得ようとして出かけた。白い馬が出た。皆さん、聖書、つまり世界最古の記録書である聖書を知ってる人は知ってらっしゃると思いますが、旧約というのは紀元前に書かれたんです。つまり BC やね。はい、これは39です。39巻の文が集まってます。そして一番初めは5つある。これが基礎です。5つ、この旧約聖書全体の基礎を3500年前にまとめたのがかの有名なモーセなんです。モーセはもちろん本当のユダヤ人でした。だけど僕、絵の具で繰り返し繰り返し述べたように、彼は古代エジプトにおったんです、不思議な方法で。ほんでそのままやったらエジプトの王様になるかも分からへんけど、それ拒絶したね。そして砂漠の旅へ出る。モーセはそういう砂漠の旅の経験の中から、彼はまさに予言、神から言葉を預かるというんや。この予言や、神から言葉を預かる、自分の知恵や力ではない。で、一番初め創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、今一番初め創世記と書いた。もし後で時間があったら見ますが、世界で一番古い、いや